本日はレディースレジェンドプロレスリング LLPW にご来場いただきまして誠にありがとうございます。 LLPW 旗揚げ以来本格的な関西地区でのシリーズは今回が初めてということで選手も大変気合が入っております。第1試合からメインイベントまで熱く過激な戦いを展開いたしますので箕島の皆さんどうぞ大きなご声援最後までよろしくお願いいたします。それではこれより全選手による入場式を行います。まずは青コーナー側より選手入場です。それでは選手を代表いたしまして穂積詩子選手より代表挨拶があります。箕島の皆さんこんばんは、穂積詩子です。本日はご来場いただきましてありがとうございます。皆さんがに心に残るようないい試合をしたいと思いますので皆さんも熱く燃えてください。お願いします。これにて選手退場させていただきます。続きまして赤コーナーよりレオ北村選手の入場です。20分一本勝負を行います。青コーナー130パウンド長島道子
赤コーナー135パウンド4列目レオ北村5分経過。5分経過。始まった。
地区青コーナーより舘野紀生選手の入場です。続きまして赤コーナーより紅夜叉選手の入場です。同じく赤コーナーより斉藤みどり選手の入場です。本日の第2試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー145パウンド二上美希子、同じく青コーナー160パウンド舘野紀生、赤コーナー145パウンド紅夜叉、同じく赤コーナー140パウンド斉藤みどり、レフリーオスカルトモ。
10分経過、10分経過。15分経過。
よ。ジャーマンルーガキホールドにより最高により紅ヶ社組の勝利でございました。
5分経過。カウント10 11 12 13 14 15 危ないですからお下がりください。お気をつけください。10分経過。
8秒片エビ固めにより神取忍選手の勝利でございました。同じく青コーナーよりイーグル澤井選手の入場。続きまして赤コーナーより大沢ゆかり選手の入場です。同じく赤コーナーより風間瑠美選手の入場です。
本日の第4試合メインイベントタッグマッチ60分一本勝負と穂積うたこ、同じく青コーナー175パウンドイーグルサワイ。赤コーナー145パウンド大沢ゆかり。同じく赤コーナー135パウンド風間るみ。レフリートミーラ。
経過、5分経過。Yeah.
10分経過。15分経過。
15分経過。
歌子選手失格です。失格です。
手失格です。10分経過。紅夜叉選手失格です。失格です。
田美智子選手失格です。15分経過。バトルロイヤル優勝は北上美智子選手でございました。本日はレディースレジェンドプロレスリングLPW にご来場いただきまして誠にありがとうございました。以上で本日の試合は全て終了です。
これからも選手スタッフ一丸となって頑張りますので、ご声援よろしくお願いいたします。お帰りの際にはお忘れ物なさいませんようお気をつけください。本日はありがとうございました。本日この後の方々のアルバイトを10名募集いたします。ご希望の方は出入口チケット売り場までお越しください。選手のサインキーパンフレットを申請いたします。本日